春愛、優雅に剣山。ああ、殿、ぜひ一度こうしてお伺いしたかったのです。長江、あざなは春愛、紳士的な物腰と艶のある魅力を持つ武人である。袁紹に仕えていたが、関東の戦いで窮地に陥る曹操に帰順。曹操の大気に触れた長江は、その期待に応えようと誘約する。殿はなぜ袁紹の配下であった私を、この長春愛の帰順を許してくださったのですか。お主は嘘の兵糧が燃えた時投降してきたな。あの時点で袁紹の敗北を確信したその判断力は高く評価しうる。戦の機微を知る将は得難いものよ。ゆえに長江、わしはお主を欲したのだ。ああ、一時をもって万事を知るその聡明さ、まさに殿こそ私が仕えるべき主です。この長春愛、以後はより一層美しく戦いますよ。さあ、まずは深夜にて野暮な劉備を打ちましょう。長江は諸葛亮の策を華麗に破った。だが蜀は必ずまた魏に侵攻してくる。長江は慢心せず漢中の守備を固めた。その脳裏にはいつも漢中に散った美しき将軍の姿がある。彼の意志をなすべく長江は今日も練兵に励む。将軍、ご覧になっていますか。あなたから受け継いだ軍団はさらなる進化を遂げています。さあ、美麗に優雅に。これが長江殿の連兵。なんと激しい。この一糸乱れぬ動きこそが華麗な行使を可能にするのです。わかりましたね。はい。私もでは、磨きをかけた究極の美、ご覧に入れましょう。いざ